皆様こんにちは。阿蘇市長の佐藤義之です。9月に入り、残暑の中でも秋風を感じるようになりました。9月は阿蘇では雲海が見られる時期でもあります。この雄大な阿蘇谷を雲海が覆い、五岳からなる涅槃像が浮かぶ様は朝日に輝き、それは美しく神秘的な情景であります。花々では9月の中旬から特産のそばの花が波野の高原に真っ白な絨毯を作ります。このように四季折々に自然美を見せてくれます。この阿蘇市にふさわしい歌を作ろうと、この度阿蘇のイメージソング阿蘇物語を作成をいたしました。阿蘇の四季折々の情景が浮かぶ、心が澄み渡るふるさとの歌です。どうか皆様に歌い愛される歌になればと思っております。ぜひお聴きください。さて、今月は金婚式、敬老会と、たくさんの先輩方とお会いする機会があります。今年阿蘇市で金婚を迎えられたご夫妻は106組です。昭和34年に結婚をされた、まさしく日本の高度成長期を支えられた皆様方です。心からお祝いを申し上げます。また長寿をお祝いする敬老の日についてですが、阿蘇市には71歳以上の方が6840名いらっしゃる。その中でも100歳を超える方が19名いらっしゃいます。どうか皆様お元気で、毎日毎日を明るく、そして楽しくお過ごしいただきたいと思います。本市では各公民館で開催されています生き生き教室や一般のホテルを利用し、温泉と食事でリフレッシュするはつらつ講座など、高齢者の方を対象にした行事も盛んに行われています。大いにこういった行事にご参加いただき、健康をしっかり保ちながら、皆様方市民同士の交流にも努めてほしいと思っています。さて、秋の行楽シーズンを迎えました。新たな定期観光バスの運行についてお話をします。ただいま認可申請中ですが、認可がおりますと9月19日から阿蘇谷小国号をめぐる定期観光バスが運行開始します。所要時間3時間の大観望方面の名所を回る阿蘇谷ルートと、所要時間約5時間の黒川温泉方面を回る小国号ルートです。もちろん阿蘇山上へのバスも今まで通り運行されていますので、ぜひご利用ください。九州を代表する観光地にとりまして、九州新幹線の全線開通を控え、列車とリンクした第2、第3のアクセス整備は不可欠です。観光客の方々に安心で快適な旅を提供できますよう、今後も引き続き阿蘇駅前の整備をはじめ、公共交通の充実を図ってまいりますので、市民の方々のご協力をよろしくお願いを申し上げます。